にちは。ここは僕が住んでいるメキシコのあるカリエンテスにあるレース場です。今日はここでナスカーのレースがあるということでやってきました。このレース場は空港のすぐ近くにあります。普段はない観客席スタンドが設置されています。駐車場は30ペソでしたが、レース場にはなぜか無料で入りました。見た目は普通の車とあまり変わりませんが、ここでモンスターエナジーをもらって僕は初めて飲みました。それではレース場の中に入っていきます。食べ物や飲み物なんかのお店がたくさん出ています。タコスやビールがあります。すでにレースが始まっています。ちょうどピックアップトラックのレースをやっているようです。席は自由で好きな場所を見ることができます。日差しがとてもきついのでみんな傘を持ってきています。前の方に空いてる場所があったのでここで見ることにします。ですが、左のスピードと迫力があります。コースは外周と内側にある曲がりくねったコースを使うそうです。この場所からは内側のコースはほとんど見えませんでした。結構頻繁にクラッシュがあり、黄色の旗が振られるとレースは一旦追い抜き禁止になってオフィシャルカーが先導します。実況がスペイン語ですが、サッカーの中継もそうですが、このようなスポーツにはマッチしているように思います。トラックのレースが上がり、ナスカーのレースカーが出てきました。レーサーの紹介などをしています。暑い中、たくさんの人が来ています。みんなビールやスナックを食べながらリラックスしています。ナスカーといってもナスカーピークというメキシコ国内の大会のようで、本場はアメリカとなります。そもそもナスカーのレースが始まりそうです。ジグザグに走ってタイヤを温めているようです。Bueno, preparados señores, va a venir la bandera verde si vienen bien formados.
Bienvenidos a la categoría Fuera Challenge. Bienvenidos a la fiesta de NASCAR Creek. ¿Sí o no? ¡Verde, verde, 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 verde! ¡Vámonos! Nuevamente la aceleración, Juanma, por la parte de arriba viene del fondo de la trayectoria. Encontrado en Torpeña. Y Alex de Alba peleándole la posición a Víctor Moreno. ラップとは比べ物にならない速さです。目の前をあっという間に通り過ぎていきます。僕はレースを初めて見ることができて、とても面白かったです。F1 のレースも見てみたいと思いました。メキシコシティでも見れるそうです。この動画を見て面白いと思っていただけたら